ご視聴ありがとうございます。週末のプレイヤーズコンベンション愛知が楽しみすぎる、ウィザーズオブザコーストの黄昏です。日本国内で久々の大型イベント、思いっきり楽しむつもりです。皆さんのご予定はいかがでしょうか。さて、今週も週刊マジックニュースやっていきましょう。マジックの1週間がわかるをテーマに、毎週動画にて最新のマジック情報をお届けします。早速今週のトピックを見ていきましょう。まずはプレイヤーズコンベンション愛知2022についておさらいです。11月26、27日に愛知スカイエキスポにて開催される本イベント、これまでのマジックフェストやグランプリと同様の規模で行われるまさにお祭り、チャンピオンズカップファイナルサイクル1やプレイヤーズコンベンションオープンといった競技イベント、そして物販や初心者から熟練者まで楽しめるサイドイベントもご用意しております。当日に備えていくつかイベントを紹介させてください。最初はステージイベントの紹介です。11月26日と27日の2日間、プレイヤーズコンベンション会場内の特設ステージにて、時はゆいさん、ともにゃんさん、開封大好きよしひろさん、岩翔さんら人気インフルエンサーによるステージイベントを開催します。さらに統率者戦を楽しめるコマンドゾーンや、サイドイベントの2人チームスタンダードにもゲリラ参加されますので、運が良ければ彼らと対戦ができるかもしれません。次にアーティストサイン会やアーティストグッズ販売ブースについて、近年マジックのイラストを手掛けていただいている日本人アーティスト6名が来場します。アーティストグッズなどの販売ブースも設置しますので、ぜひマジックのアートを楽しんでください。もちろん初心者の方が楽しめるイベントもご用意しています。ルールに詳しいスタッフがゲームの遊び方をレクチャーするマジック初心者講習会を開催します。マジックを始めたい方のために作られた初心者向けのデッキを使用するウェルカムデッキ対戦会、兄弟戦争ジャンプスタートブースターを2パック使用したビギナーズシールド、計2種類の初心者向けイベントを行います。どちらもルールに詳しいスタッフがサポートいたしますので、ぜひこの機会にマジックを始めてみてください。その他にもシークレットレイヤーの販売ブースの出展やレガシー・ヴィンテージの競技イベント、アジアエターナルウィークエンドも開催されます。マジックプレイヤーなら誰もが楽しめるお祭りとなっていますので、ぜひ足を運んでみてください。日本国内の大型イベントは2020年のマジックフェスト名古屋ぶりでしょうか。本当に久しぶりの開催なので、今からワクワクしちゃいますね。さて、プレイヤーズコンベンションではチャンピオンズカップジャパン&コリアサイクル1における最後の戦いが繰り広げられます。この日、日韓一のパイオニアプレイヤーが決定し、世界選手権への切符を手にします。そんな激戦の様子をマジック日本公式 YouTube チャンネルにて生放送でお届けします。実況は鰹節石川さん。リミテッドグランプリでの輝かしい実績と、その他競技イベントでも数々の上位入賞を成し遂げている松本裕樹さん、そして独自のデッキ構築論で人気を博している松ガンこと伊藤淳さんにも解説をお願いしております。ぜひこの戦いを最後まで見届けてください。フォーマットはパイオニア、そして兄弟戦争の発売直後ということになりますので、どんなデッキがどんなプレイヤーが勝ち上がるのか楽しみです。パイオニア環境のおさらいや新カードで強化されるデッキの予想などは、原根健太さんによるマジラボでお送りしておりますので、週末に備えてぜひチェックしてみてください。大型イベントといえば、先月末にアメリカ・ラスベガスで開催されたマジック30、そのオフィシャルレポート動画がついに公開です。各種イベントや会場内に設置されたブースの紹介はもちろんのこと、マジックを追い続けプロツアーの歴史家と呼ばれたブライアン・デイビッド・マーシャルさんからのメッセージ、アメリカンフットボールのスター選手でありマジックの愛好家として知られるカシアス・マーシュさんへのインタビュー、 MTG アリーナの開発に携わったケールさんからプレイヤーに向けた言葉などなど、紹介しきれないほど見どころがありますので、ぜひご覧になってみてください。今週のイベント情報です。なんといっても今週末のプレイヤーズコンベンション愛知2022が目玉ですが、チャンピオンズカップジャパン&コリアサイクル2の店舗予選とプレミアム予選期間も進行中です。チャンピオンズカップファイナルサイクル1生放送もありますので、今週末はマジック漬けという方も多そうですね。さて、今週もパック開封コーナーやっていきましょう。今回はどんな9枠アーティファクトが出てくるんでしょうか。
それでは見ていきましょう。まずはアートカードから、パワーストーンの振動ウルザですね。若かりし日のウルザ。そこから顧問枠がありまして、ほっ、アンコモンはガイアの狩猟者です。このカードリミテッドで非常に強力でした。そこから、お、重量級破砕機ですね。このカードも非常に強かったな。そして、お、妖乱の地の乱発者。そこから、戦闘の打破者。さらに、羽ばたき飛行機械。キーワカード獲得は羽ばたき飛行機械です。このカードやっぱりいつになってもいいんですよね。そして、お、さらにキーワカードファクト、単液の水源です。昔このカードひたすら使い回すデッキ使ってました。そして、お、お、神話レアドラゴンの運命です。このカードちょっと使ってみたいですよね。アートも非常にかっこいいです。そこから、お、フォイル枠はゴブリンの爆風走りでした。このカードちょっと可能性感じますよね。本日のお気に入りカードは神話レアのドラゴンの運命。あなたも運命感じてみませんか。以上が今週のマジックニュースになります。マジック公式 YouTube ではこれからも最新情報をお届けしてまいります。この情報をもっと知りたいということがありましたら、ぜひコメント欄まで、高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。それではプレイヤーズコンベンションでお会いしましょう。